こんばんは。今日遅くなっちゃって申し訳ありません。さっきね、お家帰りました。本当に15分前ぐらいに帰りました。翔太こんばんは。ちょっと近くて受けますね。リボさんこんばんは。今日はね、なんで遅くなっちゃったかっていうと、今日はライブがあったんですよ。8時何分から45とかぐらい忘れちゃったからライブがあって、で物販があってからのフロントセブンのね、みんなで、ね、配信をしてて、さっきお家帰ってきました。タックこんばんは。やばいね。翼くんこんばんは。ね、今日さ渋谷近未来会館でさ、ライブだったの。そしたらさ、前翼くんがさ椅子に座って見てたの思い出した。椅子があったからはっと思った。リュウキー、ヤッホーリュウキー、夏楽しみにしてるよ。あの水色の洋服見れるの。あ、そうだ、さっきね、すごい本当に、ね、短文っていうか内容全然ないんですけど、さっきね、こだけメール送ったので、こだけメールを取ってくれてる人がいたら見てください。なんか今後のお知らせみたいなこと書いてます。うん、明日本当楽しみね。楽しみと緊張とドキドキ。でもやれることはやりました。練習、もうアホみたいに練習して練習したんでね。でもやっぱね、本番ってなるともう飛んじゃいそう、なんか何かが怖いねって感じですが、頑張ります。明日のために寝ます。おやすみ。そう、明日早いからね。それもね、何時起き、7時ぐらい起き、6時台ぐらい起きぐらいですかね。だからちょっと今日のこの配信もね、あんまし長くやらないようにします。いつもより、いつもの半分ぐらいにしないと、いつも1時間ぐらいやっちゃうからさ、30分ぐらいでやめます。ラプンツェルこんばんは。明日のあれもしないと、準備もしないといけない。忘れてた。雨と風大丈夫だって。やばかったよ、割と。今日本当にね、気圧やばくてさ、明日どうなるんだろうみたいな感じではあるよね。本当に今日腰が痛すぎて、フロントセブンのレッスンのあのしてる時に立てなくなって、腰痛すぎて。そしてかなちゃんがめっちゃ心配してくれて面白かった。クロさんこんばんは。やっほー、みつきちゃんね、大丈夫？どういう感じなの今、ちょっと教えて。これはあれかもしれないか、 DM してもいい。知りたい、なんかどういう感じなのか気になる。アイラインなさすぎて引こうか迷って引く。そしてでか鏡でね、ちょっと引かせてもらいました。サボスヤッホー、こんばんざい、ヤッホー。イエーイ、さくろさん、やっほー。で、昨日載せてたさ、クリスマスのチェキめっちゃ懐かしいなと思って見てた。自分でも言うのもあれだけど、めっちゃ DJ だけど、やっぱり一番はしおりんしかないって常に思う。え、嬉しい、ありがとう。嬉しい、やっぱりしおりんがそうし、そうだよ、そういうこと。ハンドハマーこんばんは。やっぱりしおりがいればなんとかなる。そう、人生ね、しおりが人生ってことだね。はやたん、やっほー。トルタこんばんは。確かに座ってましたね、基本あそこが定位置であって。そうそう、おったけんね、今日ライブの話してる時思い出したよ。だからそこね、今日座ってる人もいたからね。あ、はそらくやは今日全体ライブ配信してるときいっぱいコメントくれて面白かった。やっぱさ、みんなでいるときはさ、あんま全部読めないじゃんコメント。でも見てるからね、面白かったからもうるさいって言ってた。
おやすみね、しおちゃん頑張ってね。ありがとう。その明日ね、オンライン特典ないんだよね、あなたから、あなたからあれが来て、デビューが来て思ったけど、そう明日はそうデビューライブなんだけどね、オンライン616座を、ね、しないことになった、なったというかアビコさんが決めたんだけどね話し合って決めたとかじゃなくて、アビコさんがオンライン616座はしませんと言ったのでしません。からね、明日のマスクなし特典がね、ちょっとデビューライブの日のね特典なくて申し訳ない。だからね、デビューライブの特典はね、本当に入場特典のランチャキしかない、マスクなしはでも多分今後ねやっていくから、そこでゲットはできるけど、そう明日ねフロントセブンからのバンズジャパンでアイドルライブジャパンに2回出演するので3回ライブが、ドキドキ。でもずっと同じ会場だからもう入り浸り、五反田入り浸りだよ。五反田初めて行くレベルかもしれない。あれ行ったことあんのかな。とりあえず陰性です。陰性っていうのはどっちなんだ。陰性ですってことはどっちだちょバカすぎて分かんない、分かんなくなっちゃう。なんかエレベーターとエスカレーターが分かんなくなるみたいな感じで、今わかんないさっき死後はおじさん起きたく、お疲れ、今日カレーなの、カレービール。ジョブさんこんばんは、カワチーヌありがとう。モンタヤッホー、クロさんファンレベル9なんだって。ハヤシライス美味しい、ハヤシライス美味しいよね、大好き。カレーも好きだけどハヤシライスも好き、シチューも好き。シチューはご飯にと混ぜる派ですか。なんかさあるよね、ご飯の上に乗っけるタイプの人と、ご飯とルーとかが別のお皿がいい人か、いいよね。私は同じがいい。うん、そうね、しおりんが人生やねっていいこと言う。しおり祭りです。しおり祭りって何。髪の毛見返しがたい、チョキ見返せて出てきた、そういうことか。でも本当ね、本当にね、しおりのさ好み分かってるんだね。え、一枚目の方がもっと良かった。でも同じ日なんかもしれんけど、写真的なのか分かんないけど、一枚目が特に良かったかっこいい。ひろゆきさんこんにちは、ハックヤホー。今日終わった、ちょうど終わった時だったの。明日の予定はわびさび一家俺好みでした、大変ありがとう。そうそう、なんかさ今日のライブなんかなんとかかんとかって言ってるやつにさ、ピースがさっきリプしててさ、カッキーのカッキーとに教えてあげてた曲、嬉しい。わびさび絶対好きだとは思った一番最新曲なんよ、1ヶ月ちょっとぐらいかな、まだお披露目してた。また最新、そういえば動画どうだったし、え、まだ見てない、明日終わったら見るね、明日のお披露目ごめんね。そう見てないからさ、なんか今嘘のかコメントするわけにもいかないから。あみご飯、そうそうそう、ないらしいです、明日オンライン特典。みんなに勝利うるさいって言われるんでしょ、テンションおかしくて。みんなには言われん、なんか日によるでもどうなんだろう。でもベストグループ1うるさいってわけではないよ、うるさいけどね。近未来ではあそこが楽だし、意外とカメラも撮りやすい。あ、そうなのか。撮ってほしい、今度サスカの時とかないか。フロントデビューしたかった。でもね、今でもね解禁されてるのあと2つくらい選ばれる気がする。おしめやっほ。セブンの特典会、セブンでセブンイレブンみたいで可愛いね。特典会あるよ、あのねオンライン楽市楽座がない、明日は、今後はあると思うけどね。だけね、特典券ページができてるんですよ、フロントセブン専用みたいな。でもあれは明日は使うことがないってことです。もっちゃんこんばんは、遅くまでお疲れ様、ありがとうね。じゃあ明日楽しみ。の少量おじいさんは水色のサイレモン持ってきてね。よもつくさんこんにちは、セーフってことか。でもさ、今のご時世的にさ、マジかかってもさ、まあ、上がっちゃったぐらいの感じだと思うけどねみんななってるからね、ほんとセーフだったな。でも体調悪いもんね、
休むんや。コツ教えてあげる。ベビースターチョコを食べること。一緒に、ね、本当に小学校の頃から ね体調悪くなったらゼリーとかねと一緒にママに買ってきてもらうもの。ベビーチョコ、ベビースターベビーチョコ、チョコベビー、ベビーチョコ、チョコベビーだった。陰性が政府なのか。エレベーターとエスカレーター、たまにわからんくならん。普段はわかるの。こう急にわかんなくなるときがめっちゃあるんだね。それこれなんか急にわかんなくなる選手権めっちゃある。たまにさ、ショールームのさあれわかんなくなるもん、パスワード。なんかこう個人ルームとバンドジャパン専用ルーム両方やる人からとさ、ログインしてログアウトしてログインするみたいなそのやるんだけどさ、わかんなくなっちゃう。何だったっけ、5年間配信してんのにわかんなくなる。自分に死を予感してそんなにしんどいのか。でもツイート見てみてめっちゃしんどそうだなと思って、よし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 よ。ご飯が進みますね。いいね。レフトとライトみたいになって、レフトとライトわからん。野球そういえばローマバー1000万やっと超えた。無課金は大変。おお、1000万超えたの。無課金で1000万すごい。こんなんいいんがいいよ。あー、ダジャレ的な。たけしやっほー。明日は夜おってやる。昼はないの。昼は昼昼昼は昼昼昼昼昼は昼は、あんま今までこういうこと言ったことなかったかもね。あのアピールしてるの初めてかも。久しぶり。土日も仕事両方なの。頑張って。あとちょっとしてるとし、結構しおちゃんを撮ってる時かね、いっぱいちょっとタコ付きしてくれて嬉しかった。そういえば明日の物販の購入おすすめレギュは何かな。そう、明日ね、これもツイートされてないと思うんだけど、そう、いつものね、いつもと同じところと違うところがあって、特典会の流れは列に並ぶ。いつもさ、メンバーをさ誰誰と選ぶやん。あれがなくなって、もう取りたい枚数分をアビコさんに支払い券をもらう。で取りたいメンバーに渡す。で1回のルー一巡ごとに合計上限3枚になりました。あ、でもこれどうなんだろう。例えばしおりが3、例えば1人当たりが上限が3だったらいいのか。どういうことなの、これ聞かないと。連続で取るのが3なのか。あ、でも得点券3枚ごとってことは、全員取りたいなって思ってくれてる方は3回並ぶ必要があるってことかな。そうだよね。だから1人当たり1人のメンバーに対しての上限が3なのかさ、だと思うよ多分。そうだよね。そうだよね。だからもししおりをといっぱい取りたくてみんなも取りたいって人は、しおりさん他1時1時だったらいけるってこと。もうそしたら9になる。最大一気に10枚取れるかな。なるほどね。じゃないと回らないよね。でもそれ聞いてないからわかんない。ちょっとしおり今でも今までもなんとなくで言ったけど、7人は初めてだし、これが今言ったのが 100% じゃないけどわかんないから聞いてみます。おすすめレギューなんだろう。しゅうちごめんな、汗的な今日からら。ちなのなんだっけこれ、なん新州に行くのですね。まずフロントセブンもごめん、おやすみ。ステップ見に来て。嬉しかった、今日さ帰るときにさ、また来るねって言ってくれて嬉しかった。嬉しい。前さ、なんか会えなくなるかもみたいな時マジやみすぎて泣いちゃったもんね。すまぬ、記憶は欠けてか、配慮が欠けてる。あ、全然そんなことないよ全然ね、普通に考えたら忙しいよね、暇な時に見る。ごめんごめん、こちらこそ全然配慮とか大丈夫よ、私そんなこと考えなくてパガニーニさんこんにちは、つかどんこんにちは、やはー。青ともちまるがしおりさんうるさいって言ったって聞きました。ね、持ち丸だけだよ言ったのは上野も初だよ。勝利は初。バンジージャパン自体はあると思うけど、勝利が加入する前だった。勝利が加入する前なのか昇格する前なのか、漫才さんは配信スクショしかやったことない。確かに
たまにあるよ、たまに会いに来てくれた人だけの特権。あー、まあそういうことかも。分かりやすく言ったら、あきちゃんさんこんにちは。大学の友達と撮ったプリがバカみたいに燃えてるけど他の人映ってるから送る。自分だけ切り取って送ってよ。いつの？あの髪の型の時？あの髪型の時に撮った写真全部ちょうだい。あの衣装のしおりちゃん撮れた。撮ってほしい。あ、上のさつかで上の早い時間なんだけど、17日のね5時台とかだった気がする。あんごくろうさんこんにちは。ようちゃんこんばんは、やっほー。じゃあさやのも好きよ。ほんとごめんね。でもね、17以降はね帰れると思うよ、オンラインのとか。ベビースターチョコはとても個性的な食べ物だね。間違えた、ベビーチョコベビーだった。なんかちょっとなんかラーメンみたいなね。金品いっぱいパーキバーいっぱいじゃなかん、お仕事なのね。ロヘこんばんは。私もごたな初めて会場の近くネギシアの地図で見て、嘘、行きたい。それはファミマがあるので確認した。ライブ前の飲み物うちここで買う。もうね、もうね今日の 夜から明日の本番まで何も食べられないからね。私はそう決めた。だから明日ライブが終わった瞬間にめっちゃご飯をいっぱい食べる。昼は何もないからおばあちゃんにお昼ご飯食べるって言っちゃった。あー、おばあちゃん、かわいい、そのやりとり。でもお昼ご飯作ったけど食べてくれなかったら悲しいよね。どうしよう。あー、おばあちゃんを当てにさ持ってくられるとこれはちょっと難しいよね。ちょっとアピールしよう最後まで。あ、じゃあダッシュで食べて走ってきてよ。おやすみでしょちゃん。ミュー、ユー、何これ、ユーコーン、なんちゅん。あ、結婚か。カルヒロこんばんは。で、結婚かって言って流すスタイル。プリちゃん、やっほー。編んでたのね。あかんね、今気づいて。編んでた、編んでたって何。フロントセブンの特典はなんとなく想像はついてる。想像はついてるけどいきなりやみそう。なんとなく想像ついてる。どういうこと、読み通い。ゆうとさんこんにちは。あ、でもこのさっきなんか言ってたなんか3上限3みたいなやつも明日だけです。もうとりあえずこれは明日レギュレギュ、その音楽がないのの上限3なのも明日レギュ。3731、おお、あと2ヶ月ちょっと、次の記念まで、記念数字立ちま、やっほー。3731、おめありがとう。1回のレミンスキサイダーサンルーバーからの面白い。うん、あ、でもそうだね、確かに。でもどうなのか分かんないんだよね、その各メンバーなんか全部で剣が3枚なのか1人のメンバーにつき上限が3なのか分かんないか聞いてくる。気になっちゃう、もう分かんないことは全部聞きたくなっちゃうんだよね。明日席じゃなくて席、シャミはダメダメだ。いいと思うよ、聞いてみるね。これも聞くことスクショしよう、全部聞く。あれだよね、チョキ券1枚でシャミってことだよね。でもさ、いつもさ普段の物販でもあのレギュレーションは1500円でチェキ1枚ってあるけど、それをシャミにすることもできるんですよ。これ豆知識。物販チケットの購入はツイートで把握したけど普段のノリで買ったらいいのか。そう、買うときはいつもと同じ列がある気がする、に並んだらもらえるそう。なんかでもなんかね、でもなバンズジャパンが特殊なだけだけど、多分この方がねなんか一般的なアイドルさんの特典なのかなと思うけど、あの特典券枚数分を払うだけ、もし3枚以上を1人当たりで取ろうと思ってくれてる人がいたらループをしてください。まあいらんって言えばいらんき大丈夫だけど、明日なんかあったっけ。明日はフロントセブンだよ、さっきツイートしてたじゃん。あ、タイミングが合わないからなんかご縁がなかったってことかって。2秒2にした。チュルルさんこんにちは。川内か、あ、ね、今日会いに来てくれてありがとう、嬉しかった。しかも最後まで残ってくれとったよ、会うの嬉しいんだよね。なんかちょっと見てくれ てありがとう。むさとさんこんにちは。それとも制服あり制限ありなのかわからんかったので、いやちょっとね、ほんと 100% これっていうのがわかんないからちょっとツイート待ってて。たけしレベル11、あーすげえ、何投げたん、どんな流れで進むかって想像がついてるって、多分こんな感じかなって。ということはどんな流れで進むかって、オンラインはどんな感じ、明日オンラインないの、ごめんね。でも明日以降のフロントセブンのレムの時にもある、だけど次は17かな、17と20何本も出とるよね今。
リボイスみたいなとかではある。でもね、そう、あのお披露目の日がねの写真がね、それか明日の分を取りためとくて、だってね、もう喋りすぎたけどね、今日は。今後フロントセブンはね、一定期間はねストレートだから、いつ写真を撮ってもほぼ変わらない顔と髪の毛だね。顔の美女とかにもよるかもしれないけど。マーシーさんこんにちは。とりあえずしおりちゃんの言った通りに買っておけば間違いないかなと思う。そうだね、そしたらしおり3枚でいいと思う。明日はお披露目だから。そうなの、確かにお披露目だからね、写真もいいかもね。うん、チェキと写真とかもいいかも。明日はフロントセブンだよ、が可愛かった。本当にルーちゃんファンレベル6ありがとう。髪型それ編んでるって言われるの。あー、これはいいかも。編み込みってことからよ。これね、髪飾りがね、こっちの方がね、あの落ちんのよ。こう引っかかるものがあるからさ、この何もしない状態だとさ、こうつるっと落ちちゃう。ピンを止めてもさ、ぺろっと落ちちゃうから、このくらい編んでる方がやりやすい。それもさ、フロントセブンストレートなんですよ。今これ巻いてるけど取れてるだけなんですけど、あのストレートなんですけど、ここもストレートなんですよ。だから髪飾りが絶対にぶっ飛ぶ自信がある。予備感覚すぐなくなるから明後日だと思ってた。せやした。そうなの、そうかな。これ一番、これお願いポーズだと思ってる。オンライン組じらされましょうね。ごめんだよね、うちでもやりたいって言ったんだけどね。え、オンラインないの。そうだからね、また次回以降にね、頼んで、ごめんね。もうそうだよね、来てくれる方もさ、来ないで、あの違う、歌わなかったとかの方もさ、それぞれさ、多分ね、頼みたかったよね。了解ですって。うん、バリトモさんこんにちは。クルヒロくん万歳。編み込みかわちゃん、ほんとこれの方がいいよ。あとここにこう髪があると口についててしさ、グロス塗ってる人だからさ、ついて取れないのほら。だからこれね、ライブ中にあのやるからね。あとなんかさ、こう髪がさ口についた時に取るのが嫌なの、そのライブ中に。なんか気がするじゃん、見てる方もね。だからなんか今日声がいつもと違う。えっ、ちょっと違うのか、早口だからかな、声がちょっと違う。ぶっちぎフォローセブは、フォローセブって何、フォローセブ、フロントセブ。しおりちゃんしかまともに話したこと、えっ、他に喋ってしたことあるの、人あるの。髪飾りライブ方向へ流す、レフトへ引っ張る、髪飾りライト方向へ流す、どういうこと。これからもいろいろファイトです。ありがとう、バラダギーさん。野球ちゃん違うんかい、なんかレフトとかサイトとか。あ、待って、喋りすぎてさ。チューリップちゃん。チューリップちゃんだよ。今日はね、本当にね、あの顔が漏れてなくて、スノーで撮ろうと思ったので、なんかスノーって撮ろうと思ったけど、スノーのあのアプリがなかったの。うんと思って、それでいつも使ってる B612 っていうアプリのなんかスタンプみたいなやつのなんかおすすめみたいなやつに、あのチューリップがあったから押してみたら、すごい良かった。グロスって紙くっついちゃう。そう、グロスはね、普通のリップよりなんかこうプルプルなの、なんかリップみたいな、なんて言ったら分かるかな、虫刺されの薬みたいな感じ、ちょっとののジェルってる。だからさ、リップクリームとかはさ、こうマーって感じやん。グロスはもうあのあれよ、虫刺されの薬、もうベチョベチョみたいな感じ。だから、ね、噛みついたらもう取れなくてもうね、はーってなっちゃうんだよね。まだ月買ってるの、お昼からだよ、お昼から。チケットは明日の11時まであるから、みんな来てね。もうね、なんて言ったらいいんだろう、もうドキドキしすぎて本当に死にそう。いろんな観点でドキドキしすぎて、やばいさ、大丈夫かな、怖い怖い、いろんな意味で怖いですけど、でも楽しみ。ゆてったさんこんにちは。一緒に俺の携帯で勝手に自動してほしい。あ、それカナちゃんね、今日の。やっぱ B612 ね、高校の時から使って、なんか逆になんか他に何を使えばいいのか分かんない。大体ソーダとか、ユーライクとかがアイドル使ってるよね。なんかね、
アプリはインストールしたことあるんだけど、なんかね冒険するの怖いんだよね。職業の持ち入りのゼロだけ美味しい。なんそれ美味しそう。ジェルってる、分かりやすいね。ジェルってる BJ 全体ならもう一人話してる声だけど、フロントセブンはもう一人。分かった、リモさんだ。つチェキツイ見たことある。口に見せせやつ、男はさ乗ったことないじゃん。グロスなんて分からんよね。あとなんて言ったんだろう、ヘアオイルみたいな感じ、ヘアオイル塗ってるみたいな感じ。あ、分かりやすい。あとなんて言ったらいいんだろう、ジュン、よくちょっと編み込みそう、編み込みそう。タラランタンタンタン。今日さ、あれフロントレッスンのレッスンしてるとき、隣のさ部屋ずっと2時間ぐらいこれ、あのトワイスの、テテテテテトゥルトゥトゥトゥみたいなやつがずっと流れてて、おーと思った。今さらフロントセブンアカウントが別にあるの、そう、公式のねツイッターはできたんよ。本当はこのぐらいのスペースで喋りたいんだけどね。なのでフロントセブンは週3週期3もしか選択肢が、そうだね、処理しか喋らなかったらいいよ。昔承認認定指定されてアプリとあれしようリリーベント期かなんか、そう、終了しの人は B61 に必須、携帯に入れといてね。かっちゃんこんにちは。唇のヘアオール、え、めっちゃ分かりやすいと思うこの言い方。ちょっとベタってる目のヘアオール、サラサラしてない方のヘアオール。行けたら行くね。待ってる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 、おばあちゃんのご飯を一秒で食べて飛んできてお願いじゃあ10時までに起きれたら来てお願い。起きるでしょうこれは。お願いお願い。マニアのリップスにするリップ、あのあれか、黄色い入れ物のお揃いのやつでしょ。はいな、正解でも、そうだよ、見たことある。はぁ、と思った。おやすみでした、おやすみ。お披露目は単独、そうそう、単独よ。お披露目はフロントセブンだけで、あと、アイドルライブジャパンの2回のライブは、対バン。チャイバン。口紅の蜂蜜が好き。え？甘。虫集まりそう、口の前に。じゃあ、今日はちょっと早いですが、早いか分かんないけど、終わろうと思います、明日は。あのフロントセブンのね、お披露目もうね、3月からね取り組んできたの。3月のね 8?6? なんかさっきふみが全体配信の時に言ってたけど、が初めてのレッスンで、この話自体は2月とかからあったのかな。え、覚えてない、何月何日とか。でも結構もうねそのくらい時間ちょっとねこうコツ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 進んできたものはね、本当にね成功を祈ってます。私はお願いお願い。大江戸アロさん、こんにちは。大江戸アロさん、ねらびたん今日見て、まつげの調子どう？あなたの好きなまつげ、あっ見えなくてくさ。てかチキツイート、うん、はるぴょんさんこんにちは。朝ごはん食べられてるから7時になった時起こされたけど、田舎から富山に2時間かかるの。それ来てくれたらマジ愛だよ。え、かわいい。眠たくても7時ご飯食べるの受ける。じゃあ寝ながら食べたらいいの。ハイキング明日頑張って、ありがとう。物販でバレてると思ってたわ。え、全然見てなかった、見たくないもん。他の人喋ってるとか。お疲れちゃう、また明日。また明日今日お昼なんとかなりそうだ。え、え、もし明日のお昼、え、空いてるかもって言ってくれたら、もうお願いします。足元にお気をつけて、水色の材料も持ってきてください。お疲れ様でした。明日のお昼が楽しんできてください。ありがとう。ふーちゃん今日のふー、ふーちゃんの好きなさ尖り口やったけどリップ薄くてごめんね。ゆわちゃんお疲れ様でした、ありがとう。明日も頑張った、頑張、おやすみっち、しおりっち、ありがとう。しおりっちお疲れ様でした。明日の良きパフォーマンスを頑張ります。今日も寝るまで、寝る直前までね、動画と先生に言われたことのメモを何回も何回も見直します。かわいすぎちゃう、イエー。明日もまつげ頑張るね。まつげの治安、素敵な夢を見るこっち、ありがとう。どら焼きもんちゃもちゃ美味しい、いいな。
甘いもの食べたいよ。雨降ってなかったら頑張ります。え、雨は降ってるよ明日多分。それがさ、ハックの上だけさ、やましチョコけ。福君おやすみ、たけしおやすみ、たぶんちろお疲れ様でした、ありがとう。明日、もともと明日仕事になりそうだったよ、取れてなくてごめん。もう来れたらラッキー、じゃあラッキー、超ラッキーと思って待ってる。そう、明日チケットはですね、前売り券2000円が11時までありますね。よろしくお願いします。で、普段はね、ない乱チェキ、あ、特典、予約特典のチェキがありますので、ぜひぜひぜひです。おやすみ、祝日だ。はい、とた、なちゃん、おやすみ、明日待ってるよ、明日頑張ってる、ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。またね、待ってるよ。川内みんちくん好きです。スイスイプリンちゃん、よー、スイスイちゃん。まあ BJ やセブンを見に行くときは、しおりさんがいないときはいなくないかね。しおりにゃんに来てくれてるもんね。嬉しい、そういう風に育ってくれて。自分はお仕事のため、お仕事頑張ります。頑張って、お仕事ラブターさん、お互い頑張りましょうってよ。センキュー、みちさん頑張りましょう言うて。ということで今日はこれおしまい、これにてメカよ終了、これで終了。